いつまでもずっと変われないから、今もまだ決めないまま、いつの日かきっと目指した場所へたどり着くため。 Now you're listening to FM Port FM Port 79.0 ラクベリのラブラクジ。6月23日日曜日、時刻は午後4時を回りました。 4PM。 はい、今日さっきからそれ3回目だけど、何なのそれ。いや、なんかはい、今週もスタートしました僕らの番組、はい、ラフベリーのラフな休日。いや、はい、こんにちは、ナビゲーターのカズです。ゆえです。最近どうですか、うん、どんな生活をしてました。さっき会ってなかったけど。そうだ、あ、そうだね。うん、まあ、会ってなかったけど。いや、別に変わんないよね。変わらなかった、うん、釣り行った。釣り行った。それブログに書いてたね。ブログに書いた。そうですね、最近は僕ね、うん、まあ後で話すんですが、他のアーティストさんのライブ行ったり、はい、ライブ行ってましたね、はい、うん、すごい。それもね、ちょっとまた後でちょっとじゃあ掘り下げていきますか。すごい良かった。今日もラフに行きますか。ラフに行きましょうか。はい、この番組ラフベリーのラフな休日は、はい、新潟出身である僕たちラフベリーがラフに休日のひとときを笑って過ごしてもらうためのゆるい番組です。うん、毎回テーマをざっくり決めてラフにまったりゆったり二人でお話ししていきます。はい、では今日も、はい、フリートークということで、うん、ゆったりまったり、はい、話していきますが、行きましょう。今日ね、うん、あれですよね、嬉しいことにメッセージも、はい、たくさんいただいてますよ。これいっぱいもらってますよね。紹介しきれるかな。どうしよう、早速ちょっと紹介しちゃう。紹介しちゃっていいですか。よろしいですか。はい、行っちゃいましょう。じゃあ行っちゃいましょうか。ラジオネーム、さちちゃんです。さちちゃん、ゆうへいさん、かずさん、こんにちは。この前庄司に行ったら、庄司、名屋庄司ですね。ああ、はいはいはい、ラフベリーじゃないの流れてました。うっそもうついに飽きたな私のおすすめは本町にある、中沢ですかね。中沢さ ん, 沢さん、ラーメン屋中沢さんです。うん、あ、この間ゼロワンの会場でラフベリーが流れてました。あ、ゼロワンの会場でプロレスのね、ギフトに大谷慎二郎さんが来てくれた、あの団体だよね。すごい嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。興奮してたもんね。だってさ、テレビでずっと見てた大谷慎二郎さんが、うん、いや俺めっちゃねプロレス好きなんだよ。で、さちちゃんも Facebook の方でメッセージとかもくれたりしてて、うん、それでプロレスのねそっちの方で、うん、ラフベリー流れてますって言って興奮してメッセージくれたとか言って、すげえ嬉しいなと思って。本当だからもうプロレスの話なんかしたら俺多分4時間ぐらい喋っちゃうよめっちゃ好きだから好きだから。じゃあ話はさせませんということで、好きなメッセージに行きます。はい、次行っちゃいますか。はい、はい、ラジオネームゆきちゃん大好きさんより、ラフベリーお疲れ様です。お疲れ様です。はい、ラーメンいいですね。私はタンメンが好きです。お、野菜たっぷりのあれがいいんです。新潟駅のアメンボが好きです。アメンボさん知ってる。いや、わかんないですね。うん、美味しいですけど、はい、素敵な写真まで送ってきてくれ、うまそうですねこれ。あ、写真はディレクターが入れたらしいですけど。あ、なるほどね。あ、うまそう、すごい美味しい。タンメンですね。超うまそう。野菜たっぷりですね。ちょっと行きたいですね。行ってみましょう。ありがとうございます。はい、はい、じゃあもう一件紹介します。はい、ラジオネームドラミさんです。はい、カズさん、ゆうへいさん、毎週楽しい放送ありがとうございます。その全てを愛してると誓います。誰よりも素敵で特別な人、誓いの言葉の歌詞ですね。はい、6月17日は秋田の友達ちかちゃんの23回目の結婚記念日でした。はい、お二人からお祝いのメッセージをお願いします。彼女は秋田から、宮城の友と29日の仙台のライブに行くって言ってました。ありがとうございます。わ、めっちゃ嬉しい。ぜひ来てください。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ当日会えるの楽しみに、楽しみにしてます。はい、一緒にねガンガン盛り上がってくれれば、はい、仙台初なんだよね。初じゃないか、2回目か。2回目だね。ずーっと前に行ったもんね。ね、うん、初みたいなものだから、うん、ちょっと嬉しいね。ロックしてきますか。はい、はい、じゃあぜひ当日お会いしましょう。そんな感じで、はい、一回じゃあメッセージ、はい、あれか、そうですね、区切ろうかね、うん、まあそれ以外にもね、はい、僕らに疑問や質問のメッセージは、うん、FM ポートのホームページからか、メールアドレス raf@fmport.com raf@fmport.com まで、ファックス025-240-7900 まで送ってください。おい、そしてお手紙は 950-8579 FM ポートラフベリーのラフな休日まで。ラフ休、はい、今帰ってる人やもうお家にいる方、勉強の休憩中や
食事の準備をしている方、うん、そんなあなたもラフにゆったりくつろぎながら聞けるようないろんな話をしていきますので、していきます、はい、お願いします、はい、では今日も僕ら2人でゆったりまったり話していきましょうか。はい、はい、今日本当にね、うん、メッセージがたくさん来ていて、たくさん今日はねちょっとこのメッセージをたくさん紹介したいと思います。フリートークに交えながらメッセージ紹介して、うん、繋がっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ行っちゃいます？行っちゃいますか？ね、曲ですか？曲の前にメッセージ読んじゃってもいいし、はい、どっちがいい？じゃあ曲いきますか？曲いきますか？さっきドラムちゃんのメッセージでもねちょっとあの、はい、歌詞の方が入ってたんですけど、うんうんうん、はいはいはい、誓いの言葉ですね。そうですね、うん、先日ねそういえばその誓いの言葉じゃないけど、うん、ここのね、うん、ミントコンディションの、はいはいはい、立石裕樹さんの立くんね、はい、結婚式僕らもめっちゃ世話になってる結婚式出させてもらったんですが、一言、うん、感動した、最高だったね、すげえ良かった、なんかね本当に結婚式なんだけどもう盛り上がりが半端じゃないいや俺らちょうど席がね、うん、アルビレックス BB の、うん、あの選手の方々と一緒だったんだけど、はい、もうノリが体育系じゃん、うん、体育会系だからもう、ね、もう一気一気、うん、ね、すげえ飲むもんねそう酔っ払ってねなんか、うん、踊りまくってたもんね、そうそういやさっさーなんて、ね、いやでもあんなね素敵な場所で、うん、盾くんから俺らになんか、ね、歌歌ってくれって言われた時は、うん、本当もういや光栄でしたよね、いや本当嬉しくて、うん、でも心を込めて、うん、ね、あとやっぱもう最近年も取ったせいか涙腺がちょっともう本当にダメで本当タテ君の顔見せたら泣きそうになっちゃって本当にそれは分かるな、ね、よかったよね、よかった、じゃあ今回幸せ分けてもらいましたね、うん、なんかすごいタテ君だったり、うん、周りで結婚記念日の方もねこうやってメッセージくれてるから、うん、そんな方々にこの曲を送りますか、はい、じゃあ曲振りお願いします、はい、じゃあ聞いてください、ラフベリーで誓いの言葉。私の隣で過ごしてくれませんか、ずっとその全てを愛してると誓います、誰よりも素敵で特別な人、その全てを愛してると誓います、あなたに出会わない共に泣いて同じ時を二人は過ごした、今まで誰かのために生きようなんて考えなかった、恋が愛に変わるこの日にあなたと迎えられた奇跡に、私の全てをかけて二つの指輪に約束しよう、もしもあなたが悲しみ抱え涙流す時には誰より近くで支えて行きます、その先に訪れる苦労悩み障害その全てからあなたのこと守って行きます、その全てを愛してると誓います、誰よりも素敵で特別な人、その全てを愛してると誓います、あなたに出会わなきゃ思わなかった、巡り回り時の中私は生まれて、数え切れるほどの時の中あなたは生まれた、この広い世界とたくさんの人の中で二つの線は重なり出会った、ずっとあなたを守り生きてこ、この命が尽きるその時まで形
日ある全てが変わったとしても、たとえそれは目に見えなくても、手繰り寄せた先にはあなたがいて、いつまでもこの心を繋ぐ糸のように、その全てを愛してると誓います。誰よりも素敵で特別な人、その全てを愛してると誓います。あなたに出会わなきゃ思わなかった。誰よりも愛しいあなたと時を過ごす世界で一つの宝物を、目には見えないだから言葉でどうしても伝えたくて、あなただけをいつの日も愛してるよ。その全てを愛してると誓います。誰よりも素敵で特別な人、その全てを愛してると誓います。あなたに出会わなきゃ思わなかった。今週も始まってます、ラフベリーのラフな休日。ラフ休日、今聴いていただいた楽曲、僕らの新曲ですね、はい、誓いの言葉がアークベルグループさんの CM で使っていただいてます、使っていただいてます、ありがとうございま す。いやなんか CM も俺も結構何回見て、結構見たけど、俺も見たね、うん、やっぱ画像とすごい合ってるよね、ね、合ってるよね、うん、だからなんか改めてこの曲作ってよかったなーってすごい見ながら、まあ、15秒だけど、うん、やっぱ嬉しいよね、嬉しい、嬉しかったです、嬉しいです、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんも聞いてください、はい、あの詳しくねこの配信日とかはね、うん、あの僕らのホームページかブログ、フェイスブック、はい、ツイッターなどで告知していきますので、うん、ぜひチェックしてください、チェックよ、はい、まあ最近のね話ちょっとまあフリートークで話しますが、さっきも言ったんですが僕、はい、さっきあのスーパーリンクっていうね、あの長岡でレグノさんでね行われたライブに遊びに行ってきた、ライブイベントフェイスブック載せてましたね、そう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 、うん、でまああのオーガナイザーさんが、うん、あの長岡の方々と、うん、それであの群馬の太鼓判っていうね、うん、あのイベントをやってる、僕らも一回出させていただきましたね、そう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 、太鼓判レオさんが、うん、あの司会とかもされてて、うん、それでまあ呼んでいただいたので、まあ遊びとも行ったんですけど、うん、すげえ楽しかった、なんか久しぶりに人のアーティスト、なんか他の自分以外のね、うん、ライブを見てすごく刺激にもなったし、うん、なんか勉強にもなったし、うん、なんか大なんていうのかな、客としてちゃんと見れてたっていうか、うん、でまあ、楽しんじゃっためっちゃね、いやめっちゃ楽しかったんだよね、うん、でまあこちらでもね FM ポートさんの方でもね、あのラジオされてるノブ、うん、さんが来られてて、うん、うちの母ちゃんが大変で本当にもう本当にもうね、えなんでなんで、大ファンなんだよね、あそうなんだ、のぶさんの、へえ、それで、まあ、今回あの俺もたまたま呼んでいただいたから、うん、ちょっと行ってくるんだよね話したら、うん、うちの母ちゃんが誰来るのみたいなこと、あのぶさんとかとか言って、その一言で、うん、お母さんも行くっつって、へえ、そんな好きなんだ、もうのど飴マスク、うん、栄養ドリンク、うん、全部買って、うん、ちょっとお母さん行くっつって、もう乙女になっててさもう本当に本当にいや俺のライブじゃさそんなこと見ないじゃんか、うん、いつも来てくれてるもんね、いつも来てくれてんだけど、ね、めっちゃもうね目がハートになっちゃってて、もうもうただのミーハーなファンそれを横で見る俺、うん、物販とか一番最初に母ちゃんならんもう恥ずかしいし、もういいじゃないっすか、全然それはそれで楽しんでる証拠です、でもなんかちょっと親孝行できたかな、なんか、うん、そうそう、レオさんがわざわざさ、うん、母ちゃんに紹介してくれたんだよね、うん、あの外の方出てくれて、うん、でちょっと今ノブさん呼んでき
ってくれるっつって、で母ちゃんが、まあ、2人で喋れて、うん、だからそういうのちょっとなんか親孝行かなといいじゃないですか、っていう、まあこういうことが、なるほど、俺行けなかったけどね、行きたかったっすね、すげえ良かったよ、うん、っていう感じでしたかね。なるほど、はいはい。ゆうへくんは？僕はね、釣り行ってきました。どこ行ってきた？さっき言ったんですけど、山の中行ってきました。ね、三河なんですけど、三河の奥なんですけど、うん、すごい綺麗なところがあって、本当ね、川をね登っていくの、道のない道を、あー、渓流釣りだから、もうめっちゃ釣りが好きな人とかが行くような、だいたい想像ついた、なんか過酷だったね。大池ではないよね大池ではない、あー違うかすごかったよマジで。あ、本当、虫とか蜘蛛とかすごくて、でもね、超も楽しかった、綺麗で、もマイナス4出まくりで、でも一匹も釣れなかったからもうイライラしちゃって、と最後泳いでたよなるほどね、そっかそっか、すごいリフレッシュできましたいや、まあまあまあ、ずっと制作が続いてたから ね、 そうですね、まあ、お互いちょっとまあストレス発散じゃないけど、うんうん、なんかプライベートなストレスはね溜まってないですよ。でも本当、うん、まあまあまあ、でもなんか自由な時間をね、うん、過ごせました、過ごしてた感じですからね、はい、メッセージいきましょう、じゃあ、はい、誰ちゃったね今ね、はい、ディレクターからメッセージいきましょう指令がねパスが飛んできました、ね、紹介したいと思います、はい、ラジオネーム、さちちゃん、さちちゃん、はい、うん、ゆうへいさん、かずさん、こんにちは、初めてメールします、はい、高田のライブお疲れ様でした、はい、久しぶりのラフベリー、うん、超音楽しんだ、あ、ゼリー食べましたか、また1年後に会いに行きます、1年後てあ言いながらも、もうラフベリーが恋しいです、そうだ、6月19日は私とやっちの誕生日なんですよ、 お二人からお祝いをお願いします、では体に気をつけて頑張ってくださいね、ということです。いいね、ありがとうございます、さちちゃん、ありがとう、ゼリー美味しかった、ゼリー食べました、スイカのゼリーね、いや、メロンだよ、あ、メロンだった、スイカだった、僕スイカでした、あ、ほんと、はい、凍らせていただきました、うん、すげえ美味しかった、ありがとうございました、やっちも誕生日おめでとう、おめでとう、ハッピーバースデー、ありがとう、ね、いくつになったのかな、それはまあいいか誕生日おめでとう、はい、次のメッセージ紹介します、はい、こんにちは、ラジオネームなっちゃんです、久しぶりにメッセージ送ります、はい、今年になって上越でのライブが多くなりましたね、どこのライブも楽しいんですけど、もうちょっと下越の方でもライブしてください、かっこ笑い正直上越が遠いです、そっか、下越だったら学校の友達も連れて行けるのでよろしくお願いします、 OK、 じゃあ6月30日うん、そうだ ね、 ね、バンダイで、そうだ ね、 りますね、うん、待ってます、ぜひぜひ来てください、はい、じゃ次のメッセージ、はい、紹介します、ラジオネーム、リンゴさんです、リンゴさんいつもありがとうございます、こんにちは、上越でのライブお疲れ様でした、熱く盛り上がって新たに応援してくれる方たちも増えてきたようでよかったですね、うん、6月といえばジューンブライド、先日の放送でも結婚記念日という方いらっしゃったし、うん、やっぱり6月は多いのかしら、今回タイアップの CM なかなか見ることできないので、うん、ラフ級を聞いてしばしの我慢です、はい、新曲発売待ち遠しいな、あ、結婚式の定番曲、前回話しましたね、うん、結婚式の定番曲、はいはい、私は長渕剛の乾杯が浮かんだけど渋いっすね、渋いっすね、年代世代で変わりますよね、ラフベリーの曲も定番鉄板になりますように、これからもずっと応援してますということです、乾杯渋いですね、乾杯、うん、今君は、あ、長渕さんのね、うん、いい歌だよね、いい曲です、ね、いやリンゴさんいつもメッセージ嬉しいな、うん、県外から送ってくれるもんね、はい、ありがとうございます、ライブ来てくれたんですね、嬉しいですね、はい、ありがとうございますリンゴさん本当、ね、嬉しいね、こうやって、ね、県外から ね、 からね、うん、わざわざ、うん、ありがとうございます、頑張っていこう、やろう、もっと広めよう、うん、オッケー、はい、次行きますか、次行きますかどんどん行きますね、どうする、まだあるんだもんね、まだいっぱいありますよ、いや嬉しいな、うん、どうしようかな、いやね、上越どうでした、ライブ久々の、あの日はね、本当に地元でのライブはなんかね、すごいなんか嬉しかったな、なんだろうな、 MC でも言ってたもんね、うん、やっぱりやっぱ地元上越っていうのは、うん、やっぱ雄平からしたらやっぱ新潟市が地元じゃんか、うん、だからそれがやっぱ特別っていうか、結構新潟市とかこっちの方でのライブが多かったから、うん、去年とか ね、 そうだね、で今年なんて本当上越のライブの仕事がね、うん、少しずつ増えてきてくれて、うん、JCB さんとかでもね、
あのライブの、ね、映像とかも流してくれてたんだけど、いやもうねあったかいよね本当に。人がすげえなんかわざわざってさ来てくれてね、うん、でもあれ悲しかったね。 MC でさ、うん、首木村知ってる方いますかっつってさ言ったじゃん、うん、カズの地元首木村知ってる方いますかっつったら、うん、あんなに人いたのに、うん、3人いやそれいやなんか この際言うけど、うん、別にそんなね首利く出身押さなくても大丈夫だよね。なんでなんでなんで押してこそこ。いや別に上越市出身でいいよ。別に新潟市山の下出身ですって。あそっか、あそういう感覚だ。そう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 。首利く出身なんだけどね、うん、だからどうしたって話じゃない。そっか。でも嬉しいんじゃない。だから多分上越市の方々からしたら、うん、上越から出てるっていう。ふうに思ってくれてるんだろうなって、それもまたなんか嬉しくて、別にそんな大したことしてるわけじゃないし、俺は好きな音楽やってるわけだから、それでもなんか俺のことそうやってね、俺のことっていうかラフベリーのことを応援してくれる、そのあれがすげえ嬉しいなって思って、それでなんかもうライブしてて、であの時俺も風邪ひまだ引いててさ、鼻声でさ、多分なんかすげえちょっとへこんでたんだよね。なんか楽しみにしてくれた人をなんか満足させれたかなとかすげえ一人で考えてたんだけど、あの日の夜ほんとメッセージね20めっちゃ来たんだよね。それを見てもっと頑張ろうと思って、もっと伝えようって、すげえそれを思えたライブだった。いや楽しかったもんね。商店街の中にねタオルの花が咲きましたからね。いやすげえ嬉しかったね。いやめちゃくちゃ盛り上がってすごかったっすね。いや本当に何だろうな、汗だくになりましたもん、ね、汗だくにもなったし、2回ともアンコールしていただいて、アンコールあれ面白かったね。面白かった。ジェスウィーの方がねお決まりのようにアンコールって、そうそう、時間大丈夫なんすかみたいな、なんか気使っちゃったりして、なんか逆に気使ってもらったりしてね。いや本当にありがとうございました。また絶対行きましょう、上越。そうだね、はい、必ず近いうちにまた行くので、行きますので、また再会しましょう。はい、はい、じゃあメッセージちょっと最後、紹介しますか。はい、ラジオネームひろみさん、カズさん、ゆうへいさん、こんにちは。ラフキュー面白いです。今日はこれからの夏聞きたい曲があってリクエストします。お、一輪の花聞きたいです。お、真夏の太陽の下での PV もとても好きです。今度またぜひライブでも歌ってください。タオル弁文系の新曲も楽しみにしています。弁文系、弁文系です。弁文系ね、弁文系です。文文系なんですけど僕甘噛みしてました。弁文系です。なるほど、ひろみちゃん、ありがとう、ありがとうございます。ちなみに手紙もね、もらったし、お菓子ももらっちゃった。お菓子もいただきました。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ聞いてもらえますか。はい、リクエスト、はい、せっかくリクエストしてもらったので、ラジオの向こうでブンブンタオル回してください。はい、ラフベリーで一輪の花。FM Port。 僕たちがお送りしました番組ラフベリーのラフな休日、はい、どうでしたか。yeah. 今日もあっという間でしたね。ね、でも今日メッセージすごいたくさんもらっちゃったから、本当になんかあっという間の本当にメッセージだけで、30分がね、30分経ってしまい、終わってしまいました。実は、はい、もう1つ、はい、あります。メッセージ、はい、紹介します。はい、ラジオネーム黒猫さんです。はい、カズくん、ゆうへいくん、こんにちは。初投稿です。お、黒猫さん、ありがとうございます。仕事の時は聞けませんが、はい、それ以外は何があろうと時間調整して聞いています、
先日の上越イレブンプラザでの、JCV 感謝祭ライブ、とっても良かったし楽しかったです。あ、嬉しいな。ライブ後の物販コーナーでは、タオルにサインとメッセージ、ハイタッチに握手、お話もできて嬉しかったです。質問です。前からライブでも感じてたんですが、はい、ラフ級を聞くようになりますます思うことがあります、うん、ライブ中の MC、ラジオトーク、二人のやり取りが実に面白くて、ラフベリーというアーティストにならなかったらお笑い芸人になっていてもおかしくないと思えるんですが子供の頃になりたかった職業は何ですか。はい、ちなみに私がなりたかった職業はデザイナーでした。あ、今は全然違う職業についてますかね。へー、黒猫さん、ありがとうございます。お笑い芸人にはなれません。なれいや本当ね、うん、もし芸人になるんだったら、うん、滑ることが売りの芸人にしかなれない。そうだね、滑るか噛むことが売りの芸人、はい、そして絶対に売れない絶対売れない。子供の頃の夢何でした。僕中学校の頃はね、小学校の頃はね、郵便局の局長。局長、死んだじいちゃんがさ、うん、局長だったんだよね。そうだね。そう。それでまあでもね、なんかいつの間にか中学校大人になるにつれ保育士変わった、うん。保育士に本当になりたいと思って。可愛いね。ま、でそれでピアノもずっと習ってたんだよね、俺は。ああ、要は。そう。それはそう、そう、まあそうだね。中高と高校生の時かはピアノで習ってたから。はい。ゆうくんは？え？ゆうくんは？僕はね、魚屋さんでした。生きてる頃の熱帯魚屋さん。熱帯魚系、うん、熱帯魚屋さんにずっとなりたかった。なんで？魚が好きだった。え、なんで？あの市場の方とかじゃなくて。違う。本当にグッピーとか金魚とか。俺ずっとね、そう、魚を飼ってて、だから小学校の頃毎日のように学校終わりに魚屋に行ってましたね。熱帯魚屋さん。熱帯魚屋さんとか。ずっと眺めて、1時間ぐらい眺めて帰ってました、家に。不思議な子供だったんだね。いや、そう、結構。俺別になんかあんまり、すごい。まあね、ネクラなんでしょ。はいはい、まあでも、そんな夢がね。可愛いっすよ、餌とかやると。うん、今はもう飼ってないですけどね。うん。まさかいつの間にかね、そんな夢もそうじゃなくなり、自分が音楽をやるとなんてね、いつの間にかね、今はこれがね夢ですからな。そう追いかけてる途中ですからね。そう、うん、いやでもそうですね、夢は変わるね。ディレクターはちなみに小学校の頃の夢は何ですか。大統領やったいやー、はい、最後のねすごいオチがね、はい、できました。ミスター O、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ今日はね、はい、まあこんな感じで、はい、終わりましょうか。ありがとうございます。まあまあまあ来週のこの時間もね、はい、ゆったりまったりとお話ししていきます、はい。最近したことや興味があること、僕たちラフベリーがどんなことを感じ、どんなことを見て過ごしているのかと、そんな僕らの日常をゆるく話していきます。はい。それら以外にもね、僕らに聞いてみたいこと、相談したいことあれば、FM ポートのホームページからか、メールアドレス、raf@fmport.com。raf@fmport.com。ファックスは025-240-7900 まで、どんどん送ってください。お願いします。そしてお手紙は、950-8579、FM ポート、ラフベリーのラフな休日まで。できれば来週の火曜日までに送ってくれると嬉しいです。たくさんのメッセージ、感想、ご意見お待ちしております、はい。ラフベリーのラフな休日、ここまでのナビゲーターはラフベリーのカズとゆうへいでした。それではまた来週、バイバイ。